氷技警戒のテラしてくれるとき通るかもしれない。諦めずに地震打ったらめっちゃ綺麗に通ったわ。きた久しぶりの一桁、やったきたっしゃ。1行くぞ。ちょっと予定長引きます。予定もうちょい長引きます。オッケー。これないな、ないな。3位です。銅メダル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 獲得です。よし、まあ、これで安定かな。まあ、ここもう一枚までだったら打たれても大丈夫だから、まったは思い切って。よし、もう一枚までなら土下山でもアイヘでも見れるから思い切って参りました。あ、不意打ち打ちました。この海流が苦手なポケモンいろいろいる。言うても順位は2位いくのか。うわ、サフィー上がんないよ。上がんないよ、マジで何にも上がんねえよ。3位何おる。いや、1位と2位が離れてる。多分千代田智美さん対戦よろしく。うえ、ここで運ゲーですか。最悪、本当に最悪。ただただ嫌なんだけど、なんでこんなのに負けなきゃいけないの。負けたら ここまで来て鬼氷に負けるの嘘でしょ。本当に嫌なんだけど。誰で見るかだよな、鬼氷を。サフ号とかの方がいいか。サフ号とかの方がいいか。毒ビシ、確かに毒ビシも臭いね。鬼氷のためにサフ号入れるのマジで嫌なんだけど。まあでも対策しないとだからな。まあしょうがないか。もうちょい予定かかるって LINE したから大丈夫。大丈夫。気にするな、飯のことは。メタルクーラー。かっこいい。一応スカーフケアで追い風から入りたい。まあ、スカーフトリックだったらね、エアスラから入るのが正解なんだけど、まあ、追い風からいきます。ザ安定卓、ザ安定卓でいきます。冬打ちも、まあ冬打ちとかはね大丈夫。それやったらあのセグで上から取れるから。ダンル正気の沙汰じゃないわ。あーめんどくせーいけど、まあ大丈夫か。どうせ安ら入るし、どうせ安ら入るし、むしろガムシャラのダメージ上がるから OK これ。うん、絶対裏氷いるね。これ氷にガムシャラクソ当てたいね。多分脳汁出るぞ鬼氷にガムシャラ当てたら。あー、ここで合理か。こんばんは、頑張ってください。ありがとう、頑張ります。結構入るね。
構入るね。結構入るね。え、これ10万で落ちるよ。10万で落ちるけど、初見です、頑張ってください。ありがとう。守るされそうだから、まず安らからいきます。多分守るされる。まあ充電の仕様知らなかったらあれやけど、 OK、 守る。 OK、 読み通り。でここ守る、読み通した。今のうちに子さんぶっとこう。まあ倉掛さんは子さんぶれるんじゃないかな。電気テラ切ります？切らない。めっちゃ B 上がってんだけど、これやばくね？テラ切った方がいいかも。ただ裏マスカーニャ考えると、ごめん、テラ切れないな。多分10万で落ちると思うんだけどな、テラ切らんくても。ほらでしょでしょ。こんばんは、初見です。いらっしゃい、ゴーさん。よしよしよし、プラモ買ったかな。もう一回だけ追い風だけ巻いて、超舞。こんばんは、初見です。いらっしゃい。ガムシャラあるんで大丈夫これ。宿り木のおかげでいい感じに削れてる。大回転が伝説老朽に見えてきた。これ超前2回でも抜けないんで、多分勝ったと思うんだよな。ここガムシャラ打って、ガムシャラ偉い。そうだね、でもぶっちゃけここボールチェーンの方が良かったかもな。御三家何にしましたか。御三家ホゲータにしたよ。こう突破してくれんならセグで取れるしっていう感じでいけると思うんだよな。 OK、 今発動ナイス。あー、キロミか。ちょっとわからなくなってきたが、確定落ちではなくなったな。まあ、つぶて圏内には入るだろう。だいぶ回復しちゃったし、もう一回ガムシャラの方が良さそうやな。上取ってるし。日差しあるときつい。そうだね、日差しあるとやばいね。臆病 CS、 控えめ CS はね、日差しあるとやばい。日差しあるとやばい。いや、日差しあるとガムシャラ連打負けかもな。あ、やばい。あ、これ負けたかも。これ負けたかも、みんな。やばいな。まずいな。まずいな。
まずいな。今日終わりかな。まずいな。大会でありがとう。いや、あそこ、ここの日差し読んで結局交代しても意味ないんだよね。いや、俺ワンチャン耐えると思うんだけどな。初見です。この前弱かったのになんで今強い。まあ、この前は運悪かったのもある、ぶっちゃけ。火力振ってなそうだから耐えそうなんだけどな。どうだろう、わかんない。4発で落ちると思う。多分普通に4発プラスつぶてで落とせるんだけど、問題は耐えるのか。なんか耐えそうなんだよな。こんばんは、チャンネル登録しました、ありがとう。多分耐えるけど、つぶてで落とせると思う。4発で止まっても。で、セグは多分、テラバ耐えると思う。こうギガドレとか押されたら負けるけどね。あ、火力上がった。勝った。ラッキー。オッケー、これでマスカーでつぶて剣で入ったわ。クソラッキー。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、やった。これはもう勝ち確かな。マスカーニャつぶて圏内入りましたね、これで。まあ、あれか。ただね、マスカに冬書があったら待ってて。はい、よかった。タスキじゃないよね。特性忘れるんだ。まあ忘れたんじゃないんじゃない、普通に落ちるやろっつって殴ったんじゃない、耐えたけど。まあどうせ寺切られるやろうし、落とせるやろっつって多分殴ったんや。うわっ、きた、銀メダル。涙の V サイン、てててんてん。めっちゃ厳しい試練や過去をぐっと乗り越え、たぶん強くなる。ルンルルンルンルンルルルンルルルン。